はい、フリーレイドのいつか笑って過ごせる日まれで,です。素材別マスク比率2021年2月の8日から12日分ということにやっていきたいと思います。はい、ということでですね、まあ、あの、相変わらずマスクの比率を計算、計算じゃないです数えて、えー、出してるわけですけれどもですね、まあ、あの、今ね、素材別のマスクの比率ってのはどういうふうになってるんですかと。なんか、あの、ウレタンマスクがね、良くないとか、あの、 不正のマスクがいいとかね、そういうこと言われてますけれども、実際皆さんどういうふうに動いていっているのかということをね、今回、えー、今回というか、定期的に取ってきているわけですけれども、まあ、2月の3日からね、えー、ずっと取り続けていまして、今回はね、2月の8日から12日分ということでね、集計結果を発表したいと思います。まあちょっと今回ですね、あの、まあいろいろと忙しかったもんで、あの集計結果をね、あの発表する暇が、暇がというか、まあ、まああの、 時間がなくて、統計したりして、分析したりしてすることができなかったので、ちょっと時間がね、あのー、かかってしまって、5日分まとめていなるん,んですけど、今まで一番長いんですけれども、まあね、その辺はね、ご了承いただければとは思いますけれども、まあ、今回ですね、建国記念日という祝日も入っていて、まあ、その辺の傾向とかもね、ちょっと話していこうかなと思っています。で、この統計、どういうふうに取ってるかっていうと、私、兵庫県の瀬戸内側に住んでるんですけれども、そちらで、私がすれ違ったり目の前を通り過ぎた人の、えー、不正マスクマス、布マスク、ウレタンマスク、ノーマスクの人を数えていると。 ただそれだけなんですね。まあ、あの、私がね、通り過ぎた場所なので、まあ、その時によって、だいぶ、あの、偏りがあったりとかするかもしれないんですけれどもね。えー、店内、繁華街、公園、人気のない場所などあ、人気のない場所ね、人気のない場所などね、すべてまとめて撮らせていただいております。まあ、ね、これじゃあ参考にしていただければいいのかなというふうな感じでございます。はい。まあ,あの、こうやってね、えー、撮っていくことによって、その、まあ、僕の周りとは言っても、僕がね、あの、ウーローしているあたりとは言ってもですね、その、ちょっとずつ、その、 変わっていったりとかっていうので、あの今後の傾向とかがね、見ていけるかなと。本当はですね、あの、去年の今頃から取れてればね、よかったんですけれども、ちょっとその時はね、思ってもいなかったので、こ,うこれだけにマスクが、あの種類がどうなのとかっていうところになってくるとかね、思ってなかったもんで、撮ってなかったんですけれども、まあ,あの、ノーマスクの比率とかね、ウレタンマスク、布マスク、そういう比率をね、えー、見ていければいいのかなという感じです。はい。でですね、まあ、あの早速出しましょう、えー。今回の比率、こんな感じになりました。 まあ、あの相変わらずね、えー、平日は、まあ、あのノーマスクの比率がだいーセ4 5、5%、まあ、ちょっと今回下がってるところもありますけれども、まあ 4,、4、5%ぐらいっていうのが平均だったんですね、今までね。で、まあ、今回、まあ、ね、2, 3%パーとか1%パーとかあるので、今、平均がこれ、大体2%パーとかですかね、2%パーちょい、2%、3%パーぐらい。2から3ぐらいちょっとまあ、あの、 先週から先週というかね、この前に比べると、ちょっと下がったのかな、ちょっと前を見てみましょうか。ちょっと、ここに出せないんですけども、ちょっと僕が見ながらね、話していこうと思うんですけれども、この前を見ていくとですね、まあ、あの 4,、ーセ4、5%ぐらいなんですよ。えっと、これじゃないや。 ノーマスクの比率が、そうですね、三日四点五パーセントのマスク、四、えー、日四点八パーセント、五日五点一パーセントっていう形で、で、まあ、6、7と土日で、あの土日の基本、マスク比率が上がる、ノーマスクの比率が上がって、十二点六十三点五となるんですけども、八、えー、日が4.3、で、ここから、8日、ここからですね、ここからもう出ていると思うんですけども、まあ,あの、この土日を挟んで、ちょっとまあ,あの、ノーマスクの比率が上がってます、あ下がってますね。 という形になっています。うん。まあ、で、もう一個の、あの、今回のポイントとしてはね、この祝日の日、2月の11日、えー、建国記念日ですね。この日がですね、まあ,あの、過去最高のノーマスク率をマークしたというところなんですね。14.76%。これ過去最大だよね、確か。違いましたっけ合ってるよね。僕変なこと言ってないよね。うん、過去最大なんですね。まあ、結構な、えー、数、ノーマスクの人がいたという感じで、まあ、やっぱりあの、 こここを見てこの,この日だけ見てもね分かる通おり、まあ、他の日に比べるとやっぱり土日祝日っていうのはあのノーマスクの比率が上がるよねっていうところはこれ、まあ、までの傾向通り、えー、土日だけじゃなくて祝日も同じ傾向にあるということはとりあえず今回ねあの、まあ、期間が短いのでまだ分かんないですけれども、まあ、あの現状そういうことであると土日祝日っていうのはやっぱりあのあ上がるとノーマスクの比率が上がるというところですねまあこれなんで上がるのっていうところなんですけれども、まあ、今僕が考えているのはやはりあの平日って仕事に行ってるのでみんなつけてると。 いうところなんですけども、まあ、休みの日になると、まあ、ちょその辺、ちょっとねあの、まあ、仕事じゃないし、いっかっていう部分があったりとかあとはあの公園とかねそういうところあの人気のないところでうろうろする人っていうのがちょっと増えるんですよね。普段ガラガラの公園が土日祝日は結構多かったりとかそういうのがあるのでそういうところで、まあ、あのノーマスクの比率は増えていくるとまたねあの繁華街とか駅の方とかには行かずにその駅じゃない方に向かってウォーキングするのであればマスクっていうのは必要ないわけですよね人に会わないから。 まあその辺っていうのもあるので、まあ、その辺でねあの、ノーマスクの質は上がってるのかなっていうのが今僕がちょっと考えてるところですね。ただ、とは言ってもその、駅前とかでもノーマスクの人っていうのはちょっと,、まあ、ょっとあの平日より目立たんかいっていうところがあるので、この辺ちょっとしっかり数えてないと僕の体感になってしまうんであれですけれども、うん。っていうのもあるので、まあ、やっぱりその、 なのかな仕事とかで毎回マスクをつけろマスクをつけろって言われている平日はつけるんだけどもまあ休みの日ぐらい外させてよっていう人もやっぱいるのかなっていうのがねちょっと思っていますはいそんな感じでですねまああの、まあ、相変わらずねちょっとあのその統計が取れてる人例えばあの今回だと8日とか12日とか多いんですけど8日8日1112かこの辺多いんですけど、まあ、10日だけちょっと少なかったり10日ねあ,のあんまり あの人気の多いところに行かなかったもんでちょっとすれ違った人の統計を取るぐらいしかできなかったのでねちょっと少なめなんですけどもうんまあその辺考えるとね、まあ、ちょっとこの辺この日ねあの比率少ないノーマスの比率がすごく少ないんですよまああの12日もちょっと少ないんですけど12日はねちょっといっぱい取ってるのでまあ まあ少ないっていうのは参考になるんですけど、この10日に関してはちょっと少なすぎるので、ノーマスク1人でね、1.79%にはなっちゃってるので、ちょっとここはね、あの、あんまり参考にならん通知でもあるのかなとは思うんですけれども、まあ、あの先週に、先週だからこの7日よりも以前の平日に比べると、だいぶあの、ノーマスク率が下がってきたと。まあ、あの、ちょっとそろそろ上がってくるの、逆に上がってくるのかなって僕思ってたんですけれども、その、 なんていうか、だれるというかね、緊急事態宣言が、ま、約1ヶ月くらい経った、約1ヶ月くらい経って、まあ、そろそろだれてくるのかなと思ってたんですけれども、まあ、ちょっと下がってるので、まあ、今後どういうふうに傾向、この推移がね、していくのかっていうところを見ていかなきゃいけないんですけれども、まあ、あの、ね、どうなってくるのかと。まあ、あの、ね、 まあ毎日取ってるので、そのずっと統計が集まっていけば、いろいろな傾向がね、出てきて、あ、これこういう意味で下がってるんだと、こういうことで上がってるんだとかっていうところがね、えー、見えてくればいいのかなというところはありますので、えー、今後もですね、こうやって取、えー、っていきたいと思っています。はい、という感じですね。まあ、あのー、 今ね、あの、緊急事態宣言が出ていて、まあ、緊急事態宣言が出てるからこそ、ノーマスク率が下がってるように、僕は体感的に思ってたん、思ってるんですね。あのー、去年のね、10月、11月ぐらいかな、10月、11月ぐらいって、結構マスク外してる人って、チラチラ目についてたんですよね。公園とかだと、まあ、大体みんな外してるみたいな感じだったんですけど、今、まあ、大体公園とかでも、まあ、半分以上の人がつけてるという感じになっているので、その辺の傾向っていうのもね、まあ、この、 えっと、緊急事態宣言が解除されたら、また、あの、元に戻るのか、それでももうだんだん戻らなくなってくるのかっていうところもね、見ていきたいのかなと思っています。まあ、あの、どこかの団体がね、マスクをつけるのが常態化するというふうなことを言っておられますけども、それって本当なのっていうところなんですよね。まあ、あの、スペイン風邪の時っていうのは、やはり今回と同じようにみんなマスクをつけていたんですね。これ、あの、新聞の,あの記事とかで残ってます。で、その時のことを見ていくと、あの、銀行とかね、えー 公共交通機関いわゆる電車とかバスですね。乗るときにマスクをつけていないと乗車拒否されていた。入ることができなかったような、えー、記載もあるので、新聞にね。それに考えると、今ってまあまあまあ,あ入れてくれないところもあるけれども、みたいな感じで、結構あの、電車とかもね、ノーマスクに乗ってる人とかもチラチラといるというところあるので、まああの、今よりも厳しかったんじゃないのっていうところを考えると、それも2、3年で収まってるんですよ。皆さんね、あの2019年以前考えてもらえると、その、 なんだろう風邪をひいたりとかね、なんかあのちょっとインフルエンザが流行ってる時期とか、ちょっとあの短い時間ね、マスクをつけ短い期間が、マスクをつけてるっていうことはあっても、まあ年間年中マスクをつけてる人っていうのは、その花粉症とかね、アレルギーがひどい人とか、マスクをつけておかないと、ちょっとまずいような状況の人であったりとか、まあちょっとあの、マスクが、ね、好きな、ね、まあファッション的にマスクをつけてる人とかね、そういう人だけだったわけじゃないですか。それが、あの、100年前にあったことで、あのもしね、今回の、えー、コロナ騒ぎで、 あのマスクが常態化するのであれば、その100年前になんで常態化しなかったのっていう話もなってくるのでね、まあ、その辺んというのもちょっと考えていくと、まああの、ならないとは思うんだけれども、まあ、その辺んは、ね、ちゃんとあの計測していきましょうと。 ノーマスクの人どのくらい増えましたかどのくらい減りましたか不正維マスク増えてますか布マスク増えてますか売れたマスク増えてますかっていうところをね、えー、今後もこうやって、えー、追いかけていきたいと思いますので、えー、ぜひともね、あのチャンネル登録してね、えー、とこの推移を見守っていただければ、皆さんも一緒に見守っていただければね、いいのかなというふうに思っております。えー、ぜひともね、皆さんチャンネル登録してください。またね、えー、この集計してね、あのまとめているのがいいなと思った方はね、ぜひいいねを押していただけると嬉しいです。はい。ということでですね、えー 2021年、えー、2月の8日から12日分まで5日分ちょっと多くなってしまいましたけどもまとめて、えー、集計させていただきました、えー。よろしければね、チャンネル登録していってください。そしてあの、こちら概要欄の方にあのこれまでのマスク比率の、えー、リストの、えー、URL 貼っておきますので、えーと、動画のリストですね、動画リストの URL 貼っておきますので、えー、そちらもね、ぜひ見ていただければと、そうすればね、あの過去の、えー、表も今日みたいな感じで表を出してますんで、それ見ていただければいいのかなというふうに思っております。 はい。以上です。えー、フリーライターのいつか笑って過ごせる日まででした。最後までご視聴ありがとうございました。